皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はですね、皆様ホリデーシーズンいかがお過ごしでしょうか。街歩いててもすごい、まあ、夜とかイルミネーションキラキラしてたりとか、本当に私もひしひしと、あ、ホリデーシーズンだなっていうのを感じてるんですけど、今回はですね、お部屋をねクリスマス仕様にデコレーションしていこうと思います。イエーイ。なんか結構ちっちゃい時とか実家に行った時はやっぱクリスマスツリー出してオーナメント飾りつけてやってたりとかはしたんですけど、やっぱ一人暮らしするとまあいっかーってなっちゃったりとかして、あんまり今まではやってこなかったんですけど、そこまでちょっと今年はいろいろと準備もしまして、結構がっつりデコレーションしていきたいなって一応考えてはいます。今回はクリスマスデコレーションをやっていきたいと思います。でまあデコレーションしてちょっとクリスマスっぽいご飯も食べようかなと思ってるので、それ食べながらちょっとゆっくりしてっていう感じでクリスマス Vlog 撮っていきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。では早速クリスマスデコレーションをやっていきます。レッツゴー。よいしょー。ということでまずはやっぱりツリーを飾っていきたいなと思います。新しくツリーをゲットしました。めっちゃ大きいツリーをね使ってみたんですよ。え、重い。結構、いやー、すごい、すごすぎる。楽しみ。出来上がりが松ぼっくりもついてます。ツリーの土台になる部分ですね。よいしょ。一応150センチのツリーにしました。え、めちゃくちゃ重たいんですけど、すっごい、すっごいしっかりしてる。よいしょ。うわ、もうすでにすごい。ちょっと上がる。結構上がるかもこれ。これ終わった後どこに片付けようかな。それがちょっと心配になってきた。なんかわかるかな。いろんな枝の種類がある。葉っぱの種類か。なんかちょっと広げて立体的に見せていきます。もう一個も重ねます。すごい、これでかーい。楽しい。もうすでに楽しいんですけど、こんな一人暮らし楽しんでる人いますかね。いいんじゃない？すごい！とりあえずこんな感じでツリーを立体にできました。ということでこちらの LED ライト、これをちょっとツリーに取り付けていこうかなと思います。はい、ということで松ぼっくりもこんな感じでつけられました。かわいい。そしたらちょっと私一個やってみたいなって思うことがあって、 Pinterest でクリスマスのデコレーションどういう感じがあるんだろうと思っていろいろ見てたんですけど、なんかねこういう感じでリボンをつけてる方がいて、え、これかわいいと思って、まあ、いい感じにバランス見ながらちょっとつけてみようかなって思います。ゴールドとかいいかな。どうしよう。ちょっと太めのワインレッドみたいなのもあるし、今私がこれやってるこのね真っ赤のリボンもあるんですけど、ちょっと真っ赤にするとどうだろうな。ちょっとうるさいような気がしちゃうんだよな。とりあえずゴールドでやっていきたいと思います。感じ？ちょっと長いけど可愛いかも。長くても可愛いか。何個かつけていきます。ということでツリーこんな感じになりました。じゃじゃーん。飾り付けは終わりました。
はい、ということでやっぱりクリスマスツリーの元といえばギフトボックスだと思うので、家にあった空箱だったりとか実際にプレゼントとかももちろんねいいと思うんですけど、可愛いやつはそのまま置けばいいと思うし、明らかに空き箱っていうやつはこんな感じでラッピングペーパーも用意したので、あ、こちらを使っていきながらギフトボックスを作っていこうと思います。赤系のクリスマスっぽい柄のやつとかシルバーだったりとかをちょっと集めてみました。まあなんかちっちゃい時なんて言うんだろう、本当に趣味でっていうかラッピングするのやっぱ楽しいじゃないですか。そういうのでやったことはあるんですけど、実際にやったことないからうまくできるか不安なんですけど、最悪表面だけ柄ついてればいいかなって思うので、とりあえず何も分からずですがやってみようと思います。あ、でもいけそう。だんだんちょっとでかかったかな。どうやってやったらいいんだ。こっからこっからもう分かんない、すでにこうか。あ、ぽいぽい、楽しい。本当はこの中にプレゼントを入れたらクリスマスの日に開けてプレゼント入ってやったーみたいな感じになると思うんですけど、海外のお家とかって結構プレゼントバーって置いてあったりするじゃないですか。そういう感じでやりたいなと思ってるんで、さすがにそんなにプレゼント用意できないっていう現実的に無理なので空箱でもいいかと思って今回はやっております。あ、ちょっとなんか浮いてる。難しい、ラッピングって難しい。感じですね素人だなやっぱり。まだじゃん、完成で、ここにこうやっておく。かわいい、もうすでにかわいいじゃん。頑張ってやっていきます。ということでこんな感じで飾ってみました。やっぱりこうやって飾るとワクワクしますね。ちょっとまあ下手くそなんですけど頑張ってやってみました。はい、そしたらちょっと続きまして、クリスマスと言ったらこうキラキラなライトの印象があると思うので、このね電球がめっちゃついてるんですけど、これをちょっとこのキッチンの入り口にこんな感じでかけてみようかなって思います。ちなみにこの電球はこの部分はプラスチックなのでそんなに危なくはない。賃貸なのでやっぱ穴は開けられなくて、マスキングテープでできると思います。どうだろう、落ちちゃいそうな気もするんですけど、何重かにしてなるべく頑丈にはしていこうと思います。このぐらいかな、意外といけたかもしれない。全然通るのにも問題ない。よし、できた。ちょっと線は壁のところにシールとかで何箇所か貼って、でこの電源のところはあのすごく頑丈な両面テープっていうのを私もともと持ってて、それでなんとかくっつけました。とりあえず下にマステ貼ってあげて、その上に両面テープで貼るっていう感じでやってみました。上もこんな感じで何箇所かちょっとテープで留めてます。ということで続いてこっちのカーテンのところの上のあたりにもちょっとライトをつけていこうかなって思ってます。次はちょっと細かめな感じのこんな感じの星のライトをつけていこうと思います。これは2つあるのでどうしようかな、ちょっと垂らす感じとかでも可愛いかなと思うんですけど、
じゃあ反対側もつけたいと思います。せーの、キラーン。すごーい、かわいい、いい感じ、いい感じにできました。よかった、できて。はい、ということでお部屋のデコレーションが終わりました。まだ1個メインイベントが残ってるかと思います。こちらのツリーの点灯式をやっていきたいと思います。3つロープがありまして、いっぺんにバンってつけるのがちょっと難しいんですけど、今から点灯していきたいと思います。じゃーん、うわー、すごーい、めっちゃ可愛くない？いいね。すごく今もお部屋中がキラキラしていて、本当にホリデーを感じております。思った以上にお部屋がホリデーになって、とても可愛い、いい感じですね。ということでですね、お腹が空きましたので夜ご飯を作っていきたいと思います。まあオープニングでも言ってたように、ちょっと今日はクリスマス意識な感じのちょっと洋風なご飯を作ろうかなと思います。よし、作るぞ。はい、ということで完成しました。ちょっと今日はおしゃれにしてみました。意外にもすごく豪華な感じになっちゃって、一人っていうのがめちゃくちゃ寂しく感じてるんですが、今回はこちらのサラダとパスタ、ちょっとパスタが多分鍋がちっちゃかったので割れちゃったんですけど、なんとか見栄えのいいやつを上に持ってきてごまかしております。ということで、いただきます。いただきます。美味しそう。うん、うん、ふん。上からバジルかけたんですよ。めっちゃ美味しい。このオレンジがね、意外と合うんですよ、サラダに。で、ちょっとパスタも食べてみようと思います。美味しくできたかな、どうだろう。いただきます。うん、うん、ふん。ちょっと冷めちゃったけど美味しい。みんなクリスマスは何をする予定ですか？もう本当に気づいたらあっという間にクリスマスじゃんと思って、本当に1年が早くてびっくりしてます。去年は私クリスマスは友達と家でパーティーをしましたね。でもやっぱ家でゆっくりするのもいいですよね。クリスマスって結構街中混むから、逆に家でゆっくりするのもいいなと思って。でもそう言っときながら、今年は私ちょっと初めてのクリスマスの過ごし方をするんですよ。すごい楽しみで、それがまた動画にもしようと思うんですけど、本当に今はそれがめちゃくちゃ楽しみ。クリスマスの思い出で言うと、一番印象に残ってるのが、私が小学校6年生とかかな、5年6年ぐらいだった気がするんですけど、多分クリスマスの時期に家族で沖縄に旅行に行くってなって、そのクリスマスをまたいで帰ってくるみたいな感じだったんです。でその時、まあサンタさんに自分のね欲しいものをお願いしたんですけど、私本当に誰にも言ってなかったんですよ。まあ今年はちょっと誰にも言わないどこうと思って決めた年があって、でしかもその
沖縄に行くっていうので来てくれるかねみたいな、沖縄行ってるから来ないかもねみたいな感じで言ってたんですけど、その沖縄の旅行から帰ってきた時に、私はもう誰にも言ってないと思ってるんですけど、自分の欲しかったものが届いてて、みたいな誰にも言ってないと思っているプレゼントがあると思って、マジで私そっから本当にサンタさんって何でもくれるんだと思ってずっと信じてました。もういいよね、私の動画見てくれてる方は大丈夫ですよねでも私的には本当に衝撃だったんですよね、それが本当にいるんだと思って、どうやってやったんだろうなあれ。ということで、ちょっとゆっくり食べていこうと思います。ご飯食べてちょっとお風呂入って、その後またちょっとデザートをね、最近ハマってるデザートがあって、それを作って食べようかなと思います。ということでご飯食べていきます。はい、ということで今ご飯を食べ終わりまして、お腹がもういっぱいでございます。一人暮らしって本当に量が難しくて、いつも作りすぎちゃうんです。今日もあのパスタをちょっと作りすぎちゃって、完全にどうしようと思ったんですけど、その残る量がめちゃくちゃ絶妙で、もう食べちゃえって言って食べたらめっちゃお腹いっぱいになりました。やばい。まあ、ということで今からお風呂に入ろうと思うんですが、実は今回の動画ちょっとタイアップの動画になっていまして、アノブさんにご提供をいただいてましてですね、で多分ご存知の方もいると思うんですけど、私アノブめちゃくちゃ好きで、韓国のヘアケアのブランドさんなんですけど、韓国行った時もお土産でお母さんにもあげたし、お姉ちゃんにもあげたし、自分用にも買ったりとかしてて、本当にずっと好きで使ってる有名なトリートメントがあって、それをね実際に使ってるんですけど、そのトリートメントの出会いも1回前に YouTube でアノブさんとタイアップさせていただいて、その時に出会って、そっからもうこのトリートメントすごーってなってめちゃくちゃ使ってるんですけど、今回ねそのアノブからホリデー限定のスペシャルボックスが出るみたいで、実はね私もちょっとあそこにちらっと飾っているんですけど、本当にあのプレゼントにもマジですごくいいなと思って、それこそ私もお土産で渡したし、すごい喜んでくれてたので、もうスペシャルボックスめちゃくちゃ喜ばれると思うんですけど、ちょっと何入ってるかみんなにお見せします。じゃじゃん、こんな感じでボックス2つあるんですけど、まずこのパッケージもめちゃくちゃ可愛いんですよね。アノブってネイビーとピンク、淡いピンクっていうこの色の組み合わせがめちゃくちゃ可愛くて、パッケージ可愛いのってやっぱ嬉しいじゃないですか、ギフトでもらった時に。まずじゃあこっちの大きいボックスの方にはですね、じゃん、このトリートメントが本当にいい、もう本当に私大好きで、今使ってるやつも実際にあるんですけど、私はやっぱちょっとスペシャルケアみたいな感じで、こういったトリートメントは週に2回とかかな使ってるんですけど、本当にねサラサラになるんですよね。まずこれが2つと、あと見て、じゃじゃん、これもどちらも同じトリートメントなんですけど、ミニサイズがついてきました。嬉しい、これ本当に嬉しいかも。このボックスはトリートメントのセットのボックスになっております。マジで嬉しい、このミニサイズ。私旅行とか結構行くので、その時とかやっぱり日頃ね、普段ホームケアとしてトリートメント結構頑張ってる方なので、このルーティンが崩れちゃうっていうか、たまにこう宿泊施設によってはちょっと、あ、私これ合わないかもみたいなやつもあったりするんで、自分が実際使ってて安心できるトリートメントをこう持ち歩けるのはめちゃくちゃ嬉しい。こんだけ入ってれば多分結構持つと思います。これもすごいたっぷり入ってるし、そしてもう一個このボックスがあったと思うんですけど、このボックスの中にはじゃじゃん、こちらが入っております。このねミニバッグっていうのかな、これもめっちゃ可愛い。このアノブのアイコニックなこのピンクのカラー、淡いピンクですごい可愛いです、上品で。しかもこれ中にベルトというかついてくるので、この輪っかをここにつけてあげて、こんな感じで本当になんかちょっと出かける時とかにチラッと持てるぐらいのすごくミニなサイズのバッグもついてきます。なんかベルトループとかにこうやってつけても可愛い。マジでこれ私大好きだから、本当にこう案件とか抜きで本当に大好きなので、ぜひ見てみてください。まあ、もちろん自分へのプレゼントもそうですし、本当に家族とか友
友達とか喜ばれると思います。しかもこのトリートメントはオリーブヤングの2022年のアワードでヘアケア部門で1位にもなってるので、めちゃくちゃ有名なトリートメントだと思うんですけど、ちょっと私も今日このトリートメント使おうと思います。使ってまた上がったら仕上がりとかもねお見せできたらいいかなと思うので、お風呂入ってきます。はい、ということでお風呂から上がってきました。すっきりした。本当に風呂って入るまでが私はちょっとめんどくさいなって思っちゃうんですけど、入ったら入ったですっきりするんですよね。だから最近は声に出して強制的に入るようにしてます。どん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 時間が過ぎていっちゃうと入るのがめんどくさくなっていっちゃうので、一人なんですけどね、一人でよしお風呂に入る、今から私はお風呂に入るっていう風に声に出して言うことで自分にこう言い聞かせて入るようにしてます。その話は置いときまして、この仕上がりを本当にもう本当にサラサラで、もう触ってほしい、マジでみんなに代わりに来てくださいぜひ。本当にそのレベルでツヤツヤサラサラで、なんかめっちゃ髪の毛もふわっと柔らかい感じになるっていうか、最近はだいぶずっと暗い髪の毛であんまりブリーチはしてないんですけど、やっぱ前までずっとハイトーンをやっていたので、そのね名残がまだ毛先の方とか全然残ってるんですけど、本当にこのケアとしてマジで助かってて、私今髪の毛伸ばしてるんですけど、やっぱヘアケアをしていかないと髪の毛も伸びないと思うので切れちゃって、そうだから本当に助かってるんです。で一応これは洗い流すタイプのヘアトリートメントなんですけど、割とテクスチャー的にはちょっと重めな感じかな、どっちかっていうとしっかりしていてなんですけど、こう髪の毛に塗布していくと馴染みもいいし、で本当に洗い上がりがマジで感動します。一回でも本当に感動するレベルで、もう手の通り方だったりとか、この髪の毛の触り心地が本当に違って、本当にこうダメージをしっかりケアしてくれる感じがあって、とっても大好きなトリートメントです。香りも私はすごく好きなんですけど、甘いシトラスとフローラルムスク系の香りっていう風に言われてるんですけど、そんなにきつめの香りとかではないので、すごく使いやすいと思います。はい、ということでお待ちかねのデザートタイムに移りたいと思います。最近私がねハマってるデザートがありまして、めちゃくちゃ簡単なんですけど、なんかチョコレートチーズケーキではないか、チョコレートチーズムースみたいな、まあ、チーズは使わないんですけど SNS で見かけて、そっからねめっちゃハマってずっと作ってるんです、まあ、結構ヘルシーなデザートなので夜に食べても罪感少ないかなっていうので、ちょっと今から作って食べようと思います。はい、ということでデザートできました。混ぜるだけなんですけど、これがね結構美味しいんですよ。紅茶も入れて一緒にいただきたいと思います。なんか今日本当にいい日かもしれない。充実した一日を送れてる感じがします。いただきます。うん、美味しい。ちょっとみんなに見てほしい、この濃厚さ。これがマジで濃厚なんです。わかりますか、この濃厚な感じ。うん、うん、おいしい。ちなみに今日はホリデー動画ということで、スペシャルなサンタさんの器を使っております。かわいいですよね、なんかこの足だけっていう新しい感じでかわいい。はい、ということで今回はちょっとこんな感じで、ホリデーも近いのでお部屋をホリデー仕様にやってみました。やっぱ飾り付けするとよりこうわクリスマスだっていう感じで結構ワクワクしました。なんかやっぱこうやって季節の行事とかをちゃんと楽しむっていうのもやっぱりいいなって思ったので、これからもいろいろ行事ごと自分なりに楽しめたらいいなって思いました。そして今回はアノブさんに提供していただいてこの動画をね作らさせていただいたんですけど、先ほど紹介したホリデー限定のスペシャルボックス概要欄に詳細載せておくので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。なんかみんなも
クリスマスこうやって楽しんでるとか、当日こんなことするんだみたいなのがあったら、ぜひぜひコメント欄でも教えてくれたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、ハッピーホリデー。